どうも、ありちゃんです。今日はグレールのハッピーバッグ開封していきたいと思います。こちら5点で1999円のハッピーバッグ M サイズを購入しました。実際に着用しつつ紹介したいと思います。それではスタート。ありチャンネル。では上から順に出していきましょう。じゃん、1着目はこちら、ブラウスですね。付け襟がついてる。これは可愛い予感がしますね。早速着てみたいと思います。じゃん、こんな感じです。え、めちゃくちゃ可愛くない？半袖の付け襟のブラウスでした。この付け襟のレースめちゃくちゃ可愛い。私の好みのデザインですね。これはこの服じゃなくても他のお洋服とかにもつけて使いたいなって思いました。私付け襟のお洋服とかって持ってなかったんですけど、自分で買うのはちょっと可愛すぎるかなと思って挑戦してこなかったんだけど、可愛い。下はタイトスカートで合わせてみました。生地は薄いのでなんか透けそうだなと思ったので、一応中には白のキャミソールを着て着てます。では1着目はこちらのブラウスでした。とっても可愛くて当たりだったかなと思います。では2着目はこちら、じゃん、青の花柄のワンピースっぽいですね。多分こちらワンピース嬉しいんだけど、めちゃくちゃ使えそうじゃない？この感じ。では早速着てみたいと思います。じゃん、こんな感じです。え、これ正直に言っていい？めっちゃ好み。めっちゃ好みだけど、なんかちょっとインナーピンク入ってるから、ピンクと青はちょっと合わないのかなって思うけど、なんか今だったら髪まとめたりして着たらすごい可愛いんじゃないかなって思いました。夏に良さそうですね。色合いが涼しげで、私こういうワンピ買うとしたらピンクを選んじゃうので、青持ってなかったので嬉しいです。デザインも大人っぽいし、生地が結構しっかりしてます。花柄のデザインを近くで見せるとこんな感じ。ね、かわいい。後ろは結ぶ形になってて、ここ結ばないと結構ズドーンってして見えるんだけど、結ぶことによってウエストがキュッてなるからスタイルもよく見えて、これはいい商品がゲットできたなと思います。はい、では2着目も当たりだったかなと思います。いい感じですね。では3着目いってみよう。じゃん、ちょっとレースが入ってて可愛い感じのデザインなのかな。では着てみたいと思います。じゃん、こんな感じです。はい、こんな感じです。色はすごくこのピンクに合ってて、なんだかいい感じかなって思います。ブラウンって書いてあったけど、ブラウンっていうよりもなんかピンクとか赤とかそっち系の色に近くない？ってワインレッドみたいな感じかなって思ったんですけど、デザインはこんな感じです。ここにレースっていうのかな、あってここがバーバーバーってなってる感じこんなに上がってるもん？なんか襟巻きトカゲみたいな感じの。二の腕が結構出るから、ちょっとダイエットしてからじゃないと着れないなって思いましたね。あとは下、何色の下が合うのかっていうのがちょっとわからなくって、なんか茶色試したりピンク試したりジーパン試したりしたけど、なんか一番しっくりきたのが黒だったので、下は黒を合わせてます。まあ3着目はこんな感じでした。普通ですね。うん、まあ二の腕痩せないと着れないなっていう感じですかね。はい、では4着目開けてみたいと思います。じゃん、こちらは T シャツっぽいですね。カーキの色の T シャツ、こういうの1個はだいたい入ってるよね。着てみたいと思います。じゃん、
まあシンプルに T シャツですね。こんな感じ。うん、使えると思います。カーキの T シャツは持ってないからいいかもしれないです。なんかいつも買わない色味がやっぱり福袋って入ってるので面白いですよね。これはシンプルにジーパンと合わせてみました。この商品は今も売られている商品で、モデルさんがインして着てたのでインしてます。うん、まあ普通に可愛いんじゃないかなと思います。何の文字も入ってないシンプルな T シャツ、一番着やすいやつですね。ありがとうございます。これは良かったんじゃないでしょうか。ちなみにインしなかったらこんな感じ。なんかもう見えないね、この辺。こんな感じですね。はい、では最後5着目いきたいと思います。じゃん、最後の商品もトップスでした。これもなんか可愛いんじゃないかな、着てみたいと思います。じゃん、こちらになります。こんな感じです。なんか思ったよりも可愛いすごいなんか細く見えません？ここがなんだろう、骨みたいな、骨みたい、骨骨しい感じがあるから、なんか細く見えない、わかんないけど、なんか可愛いかなと思います。レースの部分は可愛いんだけど、ここがちょっと安っぽい生地だから、安っぽい感が出てるかなとは思っちゃった。こういう服って合わせるの難しいよね。下とりあえずミニスカ合わせてみたけど、なんか見慣れなくて似合ってるのかどうかは正直わかんないんだけど、可愛いような気はします。はい、ということで5点すべて開封し終わりました。なんと5点すべてトップスでしたね。いや、なんかもっといろいろ入ってるのかなと思ったんだけど、でも比較的にどれも可愛いトップスだったのかなと思います。個人的にはこれとこれとこれはすごい使えるなって思うので当たりですね。あとの2着も着こなせるような女になりたいなと思います。そしてグレイルのサイトで品番検索をしても出てこない品番が4点で、出てくる商品は1点だけだったので、現在も発売してるよっていう商品はこれだけだった。でも冷静に考えてこの5点で1999円、いや破格だよね。また新しいハッピーバッグが出たらご紹介したいと思います。あとグレールでは結構お洋服買うので、購入品紹介とかもまたやりたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。ではグレールハッピーバッグ開封動画でした。見てくれてありがとうございます。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。